みんな、ダメっ子動物始まるよ。勉強ダメでもかけっこビリでも告って振られても毎日毎日宿題忘れて学校で先生に叱られたっていいじゃんいいじゃん下手でも掃除が下手でも車をぶつけても毎日毎日ゴロゴロダラダラお昼寝ばっかりしていたっていいじゃんいいじゃん無駄な努力もどっさりしたけど嫉妬しちゃって本当にごめんね俺ペガノスケさんと友達になれて本当に嬉しかったよ高岡さん失恋にめげずにどうかどうか強く生きてくださいねサハラ本当にひどいやつだったけどもうお前の蹴りが飛んでこないと思うとなんだか寂しいよこの森でユニヒコさんほど俺を騙してくれた人はいないけど一緒にいられて本当楽しかったですやっとダメじゃなくなったのにダメが治ったらすごく幸せになれると思ってたのにさよならチーコちゃん俺の愛しい人おいウルナあいつどこに今までお世話になりました。さあ、どうぞどうぞ。いやー、どうも。ウルノ君がいなくなってから、なんかおとなしくなっちゃったね、ウサハラ。張り合いがないんでしょうね、きっと。ウルノ君。お？どうしたのせっかくのお花見にそんなしっけた顔してさ。クマ姉さん。よう。ウルノが森から出ていった？そう。ダメが治ったから、もうここにはいられないって。ある日、突然に。ある日突然、ダメが治った？なるほど。じゃあそろそろ戻ってくるよ。なんでわかんだよそんなこと。ウルノは私が冬眠前に落としたダメ直し様を拾ったんだよ。ダメ直し様だ？そう、それって確か昔高僧が木を念じ込めて作ったとされる触るだけでダメが治るという奇跡のアイテム。でも私のは商売用のレプリカで効き目は1ヶ月だから。ただいま。あ、ウルノ帰ってきちゃった。一体どこ行ってたんだよ、ウルノ君。心配しちゃったよ。みんな。もう、なんか、ダメになっちゃいました、俺。何でしょうね。痛い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 。ダメじゃなくなったらここにはいられないだ。おめえのそういうとこが花ならダメなんだよ。てか、戻ってくるなら初めから聞いてくれ、この真実。ダメよ、神が。ウルノ君が戻ってきて生き生きしてるね、ウサハラ。うるさいな。待って、うるのくん。本当だ、帰ってきたんだ。おかえりなさい、うるのくん。ただいま。よし、じゃあ飲み直そう。みんなコップ持って。せーの、おかえり。